はい、どうもネイティブフォレスト小太郎です。今回はこちらですね、ご覧いただいてわかるでしょうか。セラギネラです。種類はセラギネラピクタというものになりますが、なぜこちらをご紹介しているかというと、はるか昔11ヶ月前にですね、セラギネラピクタ増殖前編という動画を上げさせていただいているんですけども、ずっと報告せずにですね、こんなに月日が経過してしまいました。まあ見てない方がほとんどだと思うんですけども、よろしければ概要欄にリンク貼っておきますので、そちらをご覧ください。はい、そして今回はですね、後編ということで、葉挿しのですね、結果を報告させていただきたいと思います。遅くなって申し訳ございません。もうすでにですね、動画は流れているんですけども、かなり葉挿しをしたんですが、最終的に残ったのがこの3株だけですね。そのうち調子がいいのはこの株だけで、他の2株はあまりね、成長が早くないというか、しっかり育っていない状態になっています。株分けする前は結構大きな株だったんですけども、こんだけまでね小さくなると成功というのか失敗というのかわからなくなってきますね。葉挿しは成功して、増殖には失敗したという感じです。今映っているのが葉挿しをした時の画像なんですけども、これからですね、葉っぱから無数に不定芽という芽がですね、たくさん出てきました。不定芽とはどんなのかというところなんですが、すいません、ピクタの画像ではないんですけども、こんな感じです。これはですね、セラギネラ SP サラワクというものなんですが、見えるかな？水苔の上に乗っている茶色い葉っぱ、もうこれは枯れている状態なんですけども、そこからですね、緑の葉っぱが無数に出てきていますよね。これが不定芽と言います。不定芽というのはですね、本来芽が出てくる場所ではない、まあ、葉っぱの表面とか、根の部分から出てくるものを指します。ピクタの時もこんな感じでたくさん出てきていたので、いくつかですね、鉢上げして育てていたんですけども、あんまりね、しっかりと育たなかったりとか、枯れてしまったりっていうのがありましたね。今ではわかるんですけども、おそらく範囲は、鉢上げするのが早すぎたっていうところかなと思います。この不定芽の状態でですね、しっかりと育てて、ある程度大きくしてから鉢上げすると、もっとたくさんね、成功した株が見れたんじゃないのかなと思います。またこのピクタのですね、葉挿しに挑戦してリベンジしたいと思っていますので、その前にこの株をですね、しっかりと大きな株に育ててあげたいと思います。はい、というわけで、報告が遅くなって大変お待たせいたしました。申し訳ありませんでした。というわけで、今回はセラギネラピクタム増殖の後編とさせていただきます。はい、というわけで今回は以上となります。ネイティブフォレストでした。ではまた。